では御言葉からいきましょう。御言葉、アスペクト比がちょっと間違ってましたね。アスペクト比がね。はい、11月24日土曜日。神は人間をまっすぐに作られたが、人間は複雑な考え方を従うということ。コヘレト7章29。 We are completely honest when God created us, but now we have twisted minds. We are completely honest when God created us, but now we have twisted minds. 神は人間をまっすぐに作られたが、人間は複雑な考え方を従うということ。はい。あれ、クリさん、充電さん、おはようございます。神様は人間を、神様に似せて作られました。素晴らしい存在として作られました。ツイッター。てるみさん、おはようございます。神様は人間をですね、本当に素晴らしい存在として作ったんです。作った時は、良しとされたとあります。神様は人間をですね、天地を作った時に良しとされた。素晴らしいものとして神様は、作られたんです。あ、では、今日の天気はこんな感じ。青空はちょっと見えてますね。ちょっとだけ青空です。今日はですね、3連休の中日ということで、やはり人が少なくて車が少ないので、今日は、放送外配信日和です。外配信はですね、やっぱりこう人が少ない方がやりやすいです。人を映らないように気を使いますから、その祝日というのは本当に、外配信日和です。今日もすごく寒いですね。昨日から寒いですが、今日もちょっと寒いです。でも、まあ、寒くてもこういうふうにこう、防寒してますので、まあ、耐えられない寒さではありません。これからもっともっと寒くなりますからね。このぐらいはむしろ、いいぐらいかもしれません。もうちょっと真冬の準備をした方がいいかもしれませんね。今日は土曜日です。いよいよ来週がですね、引っ越しの時です。まあ、いろいろ準備しておりますね。まあ、だいたいスケジュール通り、うまくいっています。はい。音声のみ？あらら、画面が止まっている？本当？画像が止まっている。ちょっと待ってくださいね。画像が止まっているということで、ちょっと待ってください。はい、今度はどうでしょう。今度はいかがでしょうか。今度は、映像出てるでしょうか。OK。はい、動いた。はい、よかったです。すいませんでした。ちょっと気がつかなくて。止まってます？あらら。あ、鶴子さん、動きました。あ、よかったですね。よかったです。はい。なぜ止まっちゃうんでしょうかね。最近ちょっと、止まっちゃうことが。
っぱりですね、なかなか、こう、意外と完璧にはなかなかいかないものですね。特に、私の場合はですね、なんかすごく放送事故が多い感じがします。霊的戦いだと思うんですね。普通の生主の方の放送と比べて、まあ、それは言い訳かもしれませんね。私の準備不足の方が大きいかもしれませんが、でも、霊的戦いも確かにあります。サタンは何とかして伝道させたくない。何とかして放送させたくない。そういうですね、霊的戦いは確かにあります。確かにあります。それプラス、私の、まあ、準備不足、ということもあるので、なおさら、放送事故が多いと思いますが、でも皆さんの祈りが必要です。ぜひ、引っ越しの手伝い行きましょうか。ありがとうございます。今のところ大丈夫です。はい。皆さんの祈りが必要です。綺麗な花をお見せしましょう。ね。何て言うんでしょうか。お花のセットというか。これはシクラメンと、パンジーと、もう一個何でしょうね、これね。皆さんの、祈りが必要です。この放送は伝道放送ですから、本当に、とても大事な放送だと思います。そのためには皆さんの祈り、皆さんの祈っていただいて、そしてまさに今日のタイトルじゃないですね。今日のタイトル、イエス様があなたのボディーガード、イエス様があなたのボディーガード。私たちはですね、狼の中に羊がですね、生きているようなものです。私たちは羊です。そしてこの世は狼です。狼というのは羊をですね、こうパクって食べちゃう、羊を狙って、一人でですね、この一人でさまよっている羊がいないかどうか、それはパンチ、紫パンチですね。紫パンチ、こんなにたくさんあります。ここは、毎年同じ。ゆきひろさん、おはようございます。ハッピーなサタデーをお過ごしください。週末も、どうぞよろしくお願いいたします。イエス様のおかげで、毎日健康です。この世は狼がこのうろうろしています。多くの人は狼に噛みつかれています。皆さんが苦しい、辛い、皆さんがですね、このうまくいかない、トラブルだらけだ、まあ、これは狼に噛みつかれているということではないでしょうか。狼によってですね、狼によって食いちぎられて痛い、ね、噛みつかれて痛い。多くの人たちは悪魔という狼、悪霊という狼に食いつかれています。羊は羊飼いが必要です。羊は羊飼いがいてこそ、羊飼いがいてこそ羊は守られます。狼から守られます。羊はどうしても羊飼いが必要です。すべての人の羊飼い、すべての人の羊飼い、それはイエス様です。イエス様が羊飼いです。ぜひ皆さん、皆さんにはイエス様という羊飼いが必要なんだ、イエス様という羊飼いが必要なんだ、ぜひそれを皆さん知ってください。そして、イエス様を羊飼いとしてください。私は一匹狼でいい。どういうふうに、こういうふうに、
こういうふうに。あ、見えないね、皆さんね。どうしたらいいんだ。こうすればいいのかな。こういう感じ。こうすればいいのかな。こういう感じで。はい。こういう感じでやってるんですね。ヘッドホンをつけた徘徊老人。ヘッドホンをつけた徘徊老人。引っ越し後も配信されますか？配信します。来週の火曜の夜と水木の朝夜は休む予定です。まあできたらしたいと思いますが、一応休む予定。火曜日の夜と水木の朝夜、それはちょっと引っ越しでちょっと放送しにくくなるということですね。ですからぜひ、ちょっと知っててください。火曜の夜とそれから水木の朝晩は、まあ、できたらするかもしれませんが、もうちょっと小型の PC 使った方が楽じゃないか。確かにそれは言えますね。それは言えます。はい、それではですね、はい、黒本さん、おはようございます。また町田駅、あ、これは何でしたっけ、なんていうふうになったかな、垣根の歌がありますね。なんていうふうになったかな、ちょっと忘れました。椿の種類ですけど、椿ではないんですね。椿の種類です。外配信で4サイトも配信こなすってすごいな。そうですよね。外配信で4サイトの配信はちょっとですね、私も大変ですが、一応できてますね。それで皆さんは羊です。一匹羊ではダメですね。あ、そう、それ、節子さん、それ、缶椿、缶椿。もう一つ名前があるんですよね。いつも、サザンカ。サザンカ。サザンカですかね。サザンカっていう花があるんですよ。サザンカ。多分サザンカじゃないかと思うんですけど。ゲス様に会ったことはありますか？いや、ないんです、まだ。霊的にはもちろんイエス様と一緒にいるんですけど、私の心の中にイエス様がおられます。イエス様はいつもそばに置いています。私の心の王座に、イエス様が座っておられます。そういう意味では、イエス様を知っているつもりです。イエス様を信じていて、イエス様に従っている、います。しかし、イエス様に夢で、直接会ったことはありません。あ、サザンカ。ああ、缶椿とサザンカと同じ。あ、かもしれません。わかりません。キューちゃんが地獄に行く可能性はありますか？私が信仰捨てたら地獄に行っちゃいます。信仰捨てたら地獄に行っちゃいますが、まあ、それはもう、
捨てません、信仰してません、信仰してません、捨てたくないです。それで姉さんが一匹羊にならないで、姉さんには羊飼いが必要です。羊飼いが必要です。そうしないと狼がライオンに破られてしまいます。羊はそもそも羊飼いが必要な動物なんです。羊はですね、その相手を、頭でこう続きはあるかもしれません、その相手をですね、自分を守る手当てはありません。羊と大事なのは、羊飼いがいるということと、それから仲間と群れの中にいるということは羊にとっては安全だと思います。そういうわけで、人間は羊です。イエス様を信じたら笑顔になれますか？なれますよ。イエス様を信じたら笑顔になれます。皆さん、私たちは羊のような存在として神様に作られている。羊飼いであるイエス様、イエス様を必要としています。イエス様を信じるというのはまさにイエス様を、イエス様を羊飼いとして自分の人生の人生のボディーガードと言ったらちょっと失礼かもしれませんね。羊飼いであり、自分を守ってくれる。自分を守ってくれるということですね。教会の場所も変わってしまいますか？3分ぐらいですね。ここから3分ぐらいのところに変わります。とても近いですね。とても近いです。牧師の意味が分かりました。そうですね、牧師というのは、牧師も羊飼いという意味ですね。そしてイエス様が羊飼いですが、牧師に、私の羊を飼いなさい、私の羊を飼いなさいということで、牧師はですね、イエス様の代理として、イエス様の代理として自分に与えられた人たちを世話します。ですから、ぜひ皆さん、本当の羊飼いはイエス様、本当の羊飼いはイエス様ですが、牧師は、そのイエス様に、委ねられた羊飼いと言えるでしょう。毎日聖書読んでるんですか？毎日聖書読んでますよ。毎日聖書読んでいます。今日はルカ書の最後の方を読みました。ヤギさん、引っ越ししてから牧師の伝道活動がますます充実するように祈ります。ありがとうございます。私もそれを期待しています。引っ越しをしてですね、さらに脱皮する感じで、教会も信仰も、全てが脱皮する感じで、新しい祝福が来ると信じます。新しい祝福が来ると信じます。ぜひ皆さん、祈ってください。そういうわけで皆さん、人生はですね、ボディーガードがどうしても必要、羊飼いがどうしても必要です。私たちは絶えず祈ってると悪霊が近寄りません。絶えず信仰で燃えてると悪霊どもが逃げていきます。ですから皆さん、本当にこれは大事なポイントです。多くの人は信仰がないために悪霊が来て私たちを苦しめます。
ですから悪霊を追い出す必要があります。悪霊を追い出すためには私たちは信仰に燃えて、悪霊を追い出す必要があるんです。今魚眼レンズで撮影してますか？ツイキャスの方は魚眼レンズですね。ツイキャスは魚眼レンズでやっております。皆さん、院長、そうです、悪霊は通用しないといけません。信仰に燃えて、精霊に燃えて初めて、悪霊を追い出してます。皆さん、どうしたらキューちゃんのようにおおらかでいられますか？怒ったり不安になることはないですか？皆さん、ますます信仰に励んでください。学んでください。イエス様の教えを実行してください。そうすればだんだん、怒らなくなります。だんだん平安になります。だんだん元気になります。シルさん、おはようございます。今日もイエス様の愛を信じて仕事頑張ってきます。ハレルヤ、アメン。イエス様みたいな、院長、偽物の院長がいますね。ちょっと、偽物の院長、はい、偽物の院長、それでは証タイム行きましょう。証タイム、イエス様を信じて守られるようになった、イエス様を信じて悪霊が出てった証、イエス様を信じて、そのいろんな問題がなくなってきた証、イエス様を信じて本当にイエス様がボディーガードをしてくれているということが分かるようになった証。人間は、すべての人はイエス様が必要であり、イエス様のボディーガードであるイエス様が必要だということが分かった証。スタート。ゴールドマンさん、以前は仏教徒だった。でも知らず知らずのうちに恐れるな。私はあなたと共にいる、というイエスの言葉が聞こえていた。アメン。アメン。ゴールドマンさんは仏教徒だったけれども、イエス様の言葉が聞こえてきていた。素晴らしい。リリンさん、おはようございます。悪霊は日本からさっさと追い出しちゃいたいと思った。いつも守ってくれるイエス様に感謝します。アーメン。節子さん、いつも、守ってくれるイエス様に感謝します。天使のバドウ、ボディーガードが守ってくれました。アーメン。天使のボディーガードが守ってくれました。ぜひもっともっと信仰込め打ってください。クリスチャンになったら韓国が好きになりました。クリスチャンになったら韓国が好きになりました。これ駅前ですね。今日休日だからね、ガラガラですね。休日だからガラガラです。太陽出そうですね。太陽が出そうです。これ十字架のマークですね。
十字架のマイクがついてる。証はもうないでしょうか。証はもうないでしょうか。証はないでしょうか。パイオニアさん、おはようございます。今日は祝日だからちょっとね、皆さんまだ寝てる方がいるかもしれません。人を許すこと頑張らなきゃと思った。大事なんです。人を許すことはとても大事です。徹底的に許しましょう。もし皆さんが誰かを憎んでいたり嫌っていたら、徹底的に許して、徹底的に許して、もう悪意を完全に捨てましょう、ね、悪意を完全に捨て、敵意を完全に捨て、良い心だけになりましょう。イエス様に向かって悔い改めて、ああイエス様ごめんなさい、敵意がありました、悪意がありました、敵意悪意を完全に捨てて。パイオニアさん、どうしても許せません、じゃあパイオニアさん、その人の許せない人の名前を言って、誰々を許します、誰々を許します、誰々を許しますと、7回言ってください。7回言ってください。それでももし許せなかったら、もう7回言ってください。もう7回言ってください。それでも許せなかったら、もう7回言ってください。パイオニアさん、徹底的に許しましょう。イエス様がパイオニアさんの罪を許してくれたんですから、私たちも、イエス様の、私たちも人の罪を許すべきなんです。私たちが許されたのに人を許さなかったら、それは良くないことなんですね。イエス様が許してくれたならば、イエス様が許してくれたならば、私たちも許しましょう。私たちも許すのです。イエス様が許してくれたんです。ですから、私たちも人を許しましょう。そうすれば、天に宝を蓄えます。そして、私たちの罪も許されます。あなたが、許したらば、天の父もあなたを許す。人を許したらあなたも許されると書いてあります。イエス様を信じたら罪が許されるということは、人を許すということでもあるわけですね。人を許すと許される。そう、パイオニアさん、人を許さないと苦しいです。そうですね。ダンさん、左折するときに右に膨らんでくるやつを許すことはできません。許しましょう、ね、そんなことで人を裁いては、おはようございます。そんなことで人を裁いてはいけません、ね、ちっちゃなことで人を裁かないで。私たちは大きな罪が許されたんですから、大きな罪が許されたんですから、私たちは、人を許しましょう、ね、人を許すんです。そうすれば神の栄光があります。ぜひ皆さん、私たちはそのような、以前は人を許せなかったけど許せるようになった、許すことができるようにされた。それはイエス様を信じたからですね。イエス様を信じたから許すことができるようになったんです。喜んでください。サチさん、おはようございます。そして私たちはイエス様がおられます。以前は悪魔に食い潰されて、悪魔に、もう、まあ、パワハラとかね、パワハラとかいじめとか虐待というのは、まさにサタンに食い潰されていることを表していると思います。パッパスさん、おはようございます。いいですか、
パワハラとかいじめとか虐待というのは社会に食いつぶされている、狼に食いつぶされていることを表すと思います。ゆりさん、自殺しても天国に行けますか？行けません、行けません。自殺してはいけません。生きてください。イエス様のために生きてください。死んではいけません。死んではいけません。ミルさん、イエス様を信じて、イエス様を信じて生きてください。イエス様を信じて、ね、自殺願望がなくなった人がたくさんいるんです。イエス様を信じて自殺願望がなくなりました。ミルさんもきっと自殺願望がなくなりますから。ぜひ、イエス様をね、信じてください、ね。イエス様を信じてください。人はなぜ死を選ぶのでしょう。悪魔にですね、悪魔にそうさせられているんです。悪魔にそうさせられているんです。誰でも死にたくないでしょう。誰でも死にたくないにもかかわらず、悪魔に死にたい気持ちを植え付けられているんです。それは、当然なことではないんですね。番長さん、今まで人を許せないと思ったことはありませんか？もちろん私にもありますよ。私にもありますが、私は信仰で許すことを選択してきました。今でももし何か嫌なことがあれば許します。騙されたり、ひどいこと言われたり、今でも悪コメ許してます。悪コメを書く人を許してます。許してます。許してるから、まあ、放送ができると言えるでしょう。もし許さなかったら、放送できなくなってしまうと思います。悪コメを書く人を憎んだら、放送できなくなります。しかし、許します。ぜひ皆さん、私たちはそのようにイエス様と共に歩んで、皆さん、私もそんな風におおらかになりたい、なれますよ。おおらかになれます。寛容になれます。聖書にですね、あなた方の寛容を人に知らせなさい、あなた方の寛容を人に知らせなさいとあります。私たちは寛容に生きるんですね。おはようございます。寒いですね。寒いです。ね、寒いですね。祝福ありますよ。あ、太陽が出ました。皆さん、イエス様は太陽です、ね、イエス様は太陽です。私たちの心を照らしてくれます。イエス様は光です。イエス様によって私たちの心が明るくなり、私たちは守られます。光があれば闇は消えます。光があれば闇は消えるんです。ですから、ぜひ皆さん、イエス様を信じるというのは闇が消えるということです。イエス様を信じるということは狼が出ていくということです。イエス様を信じるならば守られるということです。守られる、ね、イエス様を信じるということは、イエス様を信じるということは強くなるということでもあるんです。ぜひ皆さん、そういうわけで、そういうわけで、ますますイエス様に会って、ね、イエス様に会って歩もうではないでしょうか。素晴らしいボディーガードがいます。皆さんにはボディーガードが必要です。羊飼いが必要です。もう狼から守られる必要があります。今はですね、いろんなセキュリティがあります。まあ、ネット上のセキュリティもあるでしょう。いろんな防犯もあります。もう非常な
詐欺的なこともたくさんあるんです。それはですね、悪魔が人々を騙していることを表します。騙されて食い潰されます。ですから私たちは賢くなければなりません。私たちは蛇のように賢く、鳩のように素直に生きなければ悪魔に騙され食い潰されます。ですから、羊は群れになりましょう、ね、羊は群れになるのです。皆さんは一人で生きてはいけません。一匹羊になってはいけません。一緒にですね、群れになって歩みましょう。ヤクザって悪魔なの。ヤクザの人はですね、悪魔がですね、コントロールしてるでしょう。悪霊がいます。ヤクザの中にヤクザの悪霊がいます。人を脅し、人をですね、本当に人を落として狼のように人を食い潰す悪霊がいます。プーハーさん、イエス様を信じている私が来ました。アーメン。プーハーさん、はい、おはようございます。それでは皆さん、招きをしましょう。今日の放送を聞いて、私は一匹羊だった。今まで狼に食い潰されてきた。だから苦しかったんだ。だから痛かったんだ。だから虚しかったんだ。寂しかったんだ。これからはイエス様を信じて、イエス様を羊飼いにして、そして羊の中で生きていきたい。羊の中で守られたい。イエス様に守ってもらいたい。もう狼が近づかないようになりたい。狼が近づかないように生き方をしたい。そう思う方はアーメンと言ってください。アーメン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 。ユーさん、アーメン。アーメン。サチさん、アーメン。プーハーさん、アーメン。係長さん、アーメン。あんかけさん、アーメン。ねさん、ニコデモさん、アーメン。天の父様、感謝します。どうぞ、アーメンと言った方々を守ってください。アーメンって守、アーメンと、イエス様を信じた方々も、これから悪魔に守られますよ。悪霊に守られますよ。どうぞイエス様、彼らを守ってください。悪魔から守ってください。悪魔から救ってください。あなたは本当の最高のボディーガード。最高のボディーガードです。私たちを悪魔から守って、そして平安のうちに歩むことができますよ。平安のうちに歩むことができますように助けてください。そして、どうぞ、たくさんの方がイエス様と出会って、たくさんの方がイエス様と出会って、イエス様を羊飼いとして歩めるように導いてください。感謝します。たくさんのことを導いてください。弱ってる羊がたくさんいます。食い潰されて、傷だらけの羊がたくさんいます。彼らを憐れんでください。彼らを憐れんで、本当にあなたのもとに引き寄せてください。あなたのもとに引き寄せてください。イエス様、お願いします。私たちを用いてください。私たちは、イエス様と共に働いて、多くの人を助け、愛することができるように、私たちを用いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン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 。はい、ありがとうございました。ね、イエス様と共に働きましょう。イエス様のために働きましょう。イエス様の愛を表す働き、神様の栄光、働く栄光は
表す働きをしましょう。今日の夜は放送ないんですけど、明日の朝10時半、礼拝があります。礼拝ライブがあります。どうぞ見てくださいね。そして来週の火曜の夜と水木の朝夜が一応休みます。引っ越しで休まなきゃいけません。申し訳ありません。新しい場所でまた放送できます。それじゃあ明日の朝10時半お会いしましょう。一緒に礼拝しましょう。シャローン。良い一日を。良い一日を。シャローン。シャローン。